竹久夢二ムニ郷土美術館は、岡山県岡山市中区と瀬戸内市にある、岡山県の登録博物館。運営は、両備えグループが設立した、公益財団法人両備え文化振興財団。館長は、両備えグループ代表の小島光信。岡山県奥群本城村出身で、明治大正にかけて活躍した、画家、詩人である竹久夢二の作品を集めた、 美術館であり、本館が幸楽園外園の岡山市中区浜に、別館が瀬戸内市奥町にある。本館庭のしだれ梅夢に聖火少年三層、竹久夢二の、竜田姫、秋の憩い、鴨川をはじめ、挿絵、詩文が掲載された雑誌などの資料、約2000点。本館では、常時100点を展示し、年2回、夢二の幅広い仕事の紹介を目的として、 企画展を開催している。郵便番号701-4214岡山県瀬戸内市本庄夢二聖火は夢二が16歳まで過ごした場所であり、夢二が幼少時代に過ごした部屋などを当時のままの姿で保存している。夢二の作品などを展示している。少年山荘は1924年に夢二が東京府江原郡 松沢村松原に自らデザインして建設したアトリエ兼住居であり、夢に生誕95年を記念して、故郷奥に夢にの次男の交渉をもとに復元したものである。夢児の生前の写真などを展示している。以下の情報は2009年3月現在のものである。利用時には公式ホームページを参照されたい。ありがとうございます。